あおちゃん、あおちゃん、はい、バルサミコって熟成すれば熟成するほど値段も高くて美味しいじゃない、うんうん、あれはなんで？あれはね、実はバルサミコ酢の製造過程と熟成方法がその品質や価格を決める大きな要因なのよ、うん、具体的にはまずはね、バルサミコ酢はイタリアのモデナっていうところが本場で、その土地の気候や土壌が特別なの。そしてブドウ果汁を約48時間じっくり煮詰めて、その後樽で長い時間熟成させることで深い風味や香りが生まれるのよ。そっか、それは48時間も煮込んでるんだ。そうそう、そして熟成期間が長いほど樽のアロマや風味がバルサミコ酢に移って、より豊かな味わいなの。だから熟成期間長いと高くて美味しくなるのよ。なるほど。じゃあおすすめの使い方は？おすすめの使い方はね、グリルした野菜や熟成したチーズ、あと生ハムにかけると絶品の前菜になるよ。あとね、お肉料理の仕上げとか熟したフルーツ、アイスクリームにもぴったり合うのよ。おお、試してみよう。